正明寺赤門正明寺正明寺は、神奈川県横浜市金沢区金沢町にある神言、立宗別格本山の寺院。三号は、金沢山。本尊は、弥勒菩薩。新四国東国八十八箇所場七十五番。宝条氏の一族である、金沢宝条氏の祖、宝条さ時が回帰した。創建時期については確実なことは分かっていないが、 1258年、サネトキが、ムツーラソウ・カの巨漢内に建てた、地物堂がその起源とされる。後1267年、鎌倉の極楽寺、認証の推薦により、下津契約支持の僧、深海を解散に招いて、新言、立秋の寺となった。金沢法上氏一族の菩提寺として、鎌倉時代を通じて発展し、二代賢治、三代、サ明の第二、 カランや庭園が整備されたが、鎌倉幕府滅亡と共に、金沢北条氏も滅び、隠語寺由も衰退した。ふって、江戸時代に入ると大幅な復興が実現し、現存する建物が作られた。正明寺と縁の深い金沢文庫は、サネが病で没する直前の1275年頃、巨館内に文庫を設けたのが起源とされる。文庫には、サネが収集した。 政治、歴史、文学、仏教などに関わる書籍が収められていた。金沢北条氏滅亡後は、菩提寺の商名寺に文庫の管理が委ねられたが、寺院の衰退とともに、蔵書も次第に散逸した、金沢文庫の蔵書院が押された古写本は、現在も日本各地に残っている。また加減4年、商名寺造営領獲得のため、元へ公益船が派遣され、 照明寺の僧である都市女房が乗船したことが金沢文庫の古文書に見られる。文庫は1930年神奈川県立金沢文庫として復興、県立図書館として活動してきた。1990年には新館が完成し、現在は中世文化に関する博物館県図書館の役割を果たしている。中世の金沢文庫の後に立つ 現在の文庫には、商名寺の文化財などを展示する、展示室と図書閲覧室があり、商名寺所像の文化財は、本尊弥力菩薩像など一部を除いて、金沢文庫に帰宅、展示されている。2005年11月20日には、秋人天皇、皇后美智子が来訪している。境内は、国の史跡に指定され、赤門、仁王門、近道、釈迦堂などがある。 近藤前のアジュが池を中心とする浄土式庭園は1320年、金沢市三代、佐田明の代に整備されたもので、発掘調査を経て1987年に復元された。浄土式庭園とは浄土曼荼羅に基づいて配置された庭園のことで、平安時代末期に盛んに作られた。達中としては、光明院と大宝院が存在。境内の浄土庭園の池には、 重要文化財、商明自絵図に基づいて、1986年に復元された平橋、反橋の二橋が掛けられており、1991年に神奈川の橋百選に認定されている。平橋は橋長17メートル、反橋は橋長18メートルである。北条上寂時像、北条賢治像国宝、重要文化財の大部分は隣接する。 神奈川県立金沢文庫が管理している。転居2000年までの指定物件については、国宝重要文化財大前別館による。ありがとうございます。